スポーツチャンネル、日本プロ野球、こんにちは。知らないなら私が言うよ。カーショーの衝撃宣言で MLB が青ざめる。ベッツとフリードマン GM が,がワールドシリーズ進出決定に本音を撃破。LA は大谷翔平の契約裏の秘密が明かされ、衝撃を受けた。MLB、ドジャース105メッツ、21日、日本時間、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手は、リーグチャンピオンシップシリーズ。7戦中6戦目。 において20日日本時間21日本拠地でメッツを迎え1番打者指名打者として先発出場4打数2安打1打点を挙げ試合の流れを決めるタイムリーも放ちさらに3回出塁し2得点を記録したポストシーズンの打率は 286OPS は934となったチームは2020年以来4年ぶりにワールドシリーズ進出を果たした彼は闘志を見せつけた6回 無視一二塁の場面で三点リードしたところ右腕スタネックの97.8マイルの速球をセンターに打ち返し二塁走者スミスをホームに返すタイムリーを放ったポストシーズンでは得点圏で9打数6安打打率667という素晴らしい成績を残している一回表先頭打者として登場しサワンマネアから二遊間を抜けるライナーを放ち4試合連続のヒットを記録したその後 テオスカー・フェルナンデスがセンター越えのヒットを打ち、三塁まで進塁。続くエドマンが左翼戦に2点適時二塁打を放ち、チームにリードをもたらした。これで2試合連続の複数安打、ポストシーズンでは通算4度目となった。8回には無死一塁の場面で4球を選び、シリーズで17回目の出塁を果たし、チームのポストシーズン新記録を樹立した。2回、一死一塁での打席では空振り三振。 4回にはクローザーのディアスと対戦し、キャッチャーフライに倒れた。大谷翔平のキャリアにおいて重要な存在であるクレイトン・カーショーは、キツネスポーツでも取り上げられている。今季途中にカージナルスから移籍してきたエドマンが活躍した。1回に2点敵時2塁打を放った後、3回には1死1塁の場面で左中間に2点本塁打を打ち込んだ。彼のシリーズでの11打点は、2020年に氷、シーガー、現レンジャーズ。 が記録したアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズのチーム記録に並んだ。9回にトライネンが1点を許したものの、チームはリードを守り抜き、余裕の勝利を収めた。ベンチから見守っていた大谷は、試合の最後のアウトが取られると、喜びの輪に飛び込んでいき、笑顔で山本義信や他の選手たちとハイタッチを交わした。喜びの輪の中で、選手たちは次々と抱き合い、激動のシーズンを乗り越えたことを互いに称え合っていた。試合後、 大谷は満足そうな表情で簡単な試合は一つもなかった。初戦から今まで全員の力で戦ってきました。ずっと目指していた舞台にやっと立てる。ここからはただ勝つだけですと語った。また、ヤンキースとのワールドシリーズについては間違いなく強いチームですが全員の力を合わせて全力で挑みますと熱く意気込みを見せた。表彰式とフィールドでの記念撮影が終わるとチームはクラブハウスへ移動した。リーダーのロハスは もう一度、世界一を祝おうと声をかけ、チーム全員に世界王者を目指すよう指示した。MVP を獲得したエドマンも、あと師匠だ、この調子で続けよう。と熱く声を上げた。さらに、レイブ・ロバーツ監督も、あと師匠だ。と叫び、シャンパンファイトが始まった。大谷も笑顔で仲間たちと喜びを分かち合っていた。シャンパンファイトの最中、大谷は NHK のインタビューに応じた。勝ててほっとしていますし、 ようやくワールドシリーズにたどり着けて本当に嬉しいです。三度目のシャンパンファイトについては何回でもやりたいですね。念を締めくくるためにもう一度やりたいです。今シーズンは厳しい戦いが多かったですが、みんなの力でここまで来ました。最後までやり遂げたいと思います。去年は手術をしたり、いろいろなことがありましたが、一年でここまで来られました。あと少しなので、最後まで頑張りたいです。ヤンキースについては、 素晴らしいチームなので、一戦一戦に集中して、今日の勝利を祝ったら、次に進みたいと思います、と語った。多くのファンが、この試合でドジャースがリーグ優勝を決め、ワールドシリーズ進出を果たすかどうかを見届けるために集まったが、注目を集めているのは VIP の観客たちだ。FOX ス,スポーツの公式 X アカウントは、彼らもポストシーズンの、野球を楽しんでいるようです、とのコメントとともに、動画を紹介した。映像には、 ハリウッドの俳優であるジェイミー・フォックス、ジェイソン・ベートマン、そしてトム・ハンクスが順番に試合を観戦している様子が映し出されていた。日本やアメリカのファンは、この動画に大いに盛り上がった。豪華すぎる。なんて素晴らしい顔ぶれだ。試合の価値がさらに高まるね。さすがにゴージャス。隣に座ってたらテンション上がるだろうな。今日はまたブラッド・ピットも来てるのかな。トム。やっぱりかっこいい。トムも来てるの。など。 様々な声が飛び交った。プレイオフが始まって以来、多くの VIP がドジャースの試合を観戦に訪れており、これまでにもブラッド・ピットやロブ・ゴーの姿が目撃されている。ドジャースはメッツを105で下し、4年ぶりとなる25回目のリーグ優勝を果たし、2020年以来のワールドシリーズ進出を決めた。その日、マミコ夫人も試合を観戦していた。献身的に支え続けてくれた妻の前で、彼は力強いプレイを披露した。 アメリカンリーグでは、ヤンキースがガーディアンズを下し、15年ぶりにワールドシリーズ進出を果たしました。1981年以来、実に43年ぶりとなる東西の強豪チームの対決が再び実現し、さらにジャッジと両リーグの本塁打王が激突することで、ファンの期待がますます高まっています。ロサンゼルス・ドジャースの主力選手の一人であるクレイトン・カーショーは、チームが4年ぶりにワールドシリーズ進出を決めた瞬間、感情が溢れ出した。 彼は非常に興奮し、ドジャースが最高の舞台へと駒を進めたことに大きな喜びを表した。その喜びは、43年ぶりにニューヨークヤンキースと対戦することが決まり、さらに高まった。昌平について言えることは、彼とチームメイトになれたことが本当に嬉しいということだけです。フリーエージェントやスーパースターに関しては、その選手がチームに加わるまでは本当の人柄を知ることはできないものです。もちろん、 他のチームの選手のことは知っていたので、大谷がどんな選手か他の選手に聞いたこともありましたが、実際に同じクラブハウスで過ごすまで、本当の彼の姿はわかりませんでした。初めて彼に会う前の興奮を振り返ると、彼の存在について良いことを語り尽くせません。彼の勤勉さや仕事に対する姿勢は誰もが知っていましたが、彼はチームメートに対してとてもオープンで、実はかなり面白い人なんです。彼と話すたびに本当に楽しいですね。 内野手のムーキー・ベッツも、大谷がシーズン途中でチームのナンバーワン選手となった際、自身にも大きな変化があったと明かしている。彼は自信を持ってリーグのトップを走り続け、長年プレーしてきた中で、チームの勝利に貢献したいという強い思いを抱いていた。最初は慣れるまで時間がかかったものの、大谷が目の前で驚異的なパフォーマンスを見せたことで、ベッツ自身も自分に驚かされるような感覚を覚えたという。彼は、大谷を最大限に活かすために自分の、 バッティングスタイルを変える必要があったと語った。しかし同時に、大谷がドジャースで継続的に活躍し続けることで、チームがさらに強くなったとも述べている。彼のスイングやバッティングを見るのは本当に素晴らしいことです。彼がリードオフを務めていた時には見られなかったものが、今はとても自然に感じられます。これは私だけでなく、チーム全員が同じように感じていると思います。彼自身もこの、チームにいられることを心から喜んでおり、 大谷翔平が MVP となって共に世界一を目指すことに強い意欲を見せています。大谷は多くの受賞経験を持つスター選手が揃うこのチームに新たなエネルギーを吹き込んでいるようです。この活躍はチーム内だけでなく本部にも大きな影響を与えているようです。大谷は組織の会長であるアンドリュー・フリードマンとも話をした。その内容は彼がチームに加わったことでドジャースに起こった変化についてだった。彼の勝利への熱意は際立っており、 誰もがそれを認めているが、期待をはるかに上回っていることに驚かされる。新しいチームになれるまでに少し時間がかかるのは当然だが、チームメイトとの関係を築く上で重要な役割を果たしている。それが彼にとって特に重要だと感じている。彼と積極的にコミュニケーションを取る理由の一つは、彼に求められる仕事への姿勢だ。彼の野球に対する取り組み方や自己管理能力について話を聞いており、それがさらに彼への尊敬を深める要因となっている。 彼の決して諦めない姿勢が多くの選手に新たな刺激を与え、チーム全体に良いサイクルを生み出していることは間違いない。それはシリーズ初戦での3本塁打にも現れていると思う。これまで相手チームがリードすると諦めムードが漂うこともあったが、大谷のいるチームにはそのような雰囲気は全くない。彼の勝利への異常なまでの執着が、チームに新たなエネルギーを吹き込んだと言えるだろう。